皆さんこんにちは。全身チャンネル第57回。今回の全身はこちらです。安倍田党の18年決戦へ、改憲戦争阻止の大行進を。12月17日、改憲朝鮮侵略戦争働き方改革に反対する日比谷労働者集会と銀座デモが560人の結集で戦われました。前日16日には神奈川県川崎市で日韓合意1周年を弾劾する反戦集会とデモが在日朝鮮人の仲間を合流して136人の結集で打ち抜かれました。来年2018年、全国で戦う労働運動と学生運動を蘇らせましょう。安倍政権を倒しましょう。二面です。A 同士でっちゃん焼き層弾劾する、反戦革命運動への大弾圧。12月15日、東京地検は11月25日に東京足立区内で警視庁が逮捕した A 同士を電磁的公正証書原本不実記録同強要容疑ででっちゃ上げ起訴しました。断じて許すことはできません。前進者を住所とする住民移動届を提出したことを虚偽流出記載としていますが、 A 同士は真実を届けたのであり、起訴は全く不当です。この間、朝鮮侵略戦争の切迫下で、労働運動、学生運動、反戦運動へのでっち上げ逮捕が相次いでいます。共謀罪弾圧の先取りです。それは中核派の非合法、非公然の党建設への支配階級の恐怖の表れです。A 同士奪還へ全力で戦いましょう。いよいよ中核第2号が発刊されます。イエーイ。タイトルは、革命家マルクスの復権、資本論発刊150年にあたって。発刊日は12月25日、ハンディな新書版1000円です。中核派から皆様へのクリスマスプレゼントです。マルクス主義の学習に最良の一冊です。アマゾンでも絶賛予約受付中です。全身の定期購読よろしくお願いします。次回チャンネルは新年特別号だよ。またね。またね。見てね。